はい。だ。また笑うとる。今。なるほどね、そうなったが、今あのさっき。あ、そういうこと？え、あの、大変です。ポカチュウ、アイテム1個しか持ってません。あ、そうなんだ。ええ。レベルアップで、めちゃめちゃチャットにさ、遠距離でも届くようにすな。はい、トラ、はい、カエデじゃない。めっちゃいるやん。ずっと繰り返してるから。チャットでさ見えなくなったなと思ったらチャットで送られてきた指示が面白すぎでしょこれ。すごいな。面白いよね。結構楽しいんですよ。いやこれはとってもいい勉強になりつつこうやって楽しめる。うん、うん、あやめよう。チャット投稿はやめるわじゃあ。うん、え結局じゃあ木を拾うことはできないから切ることしかできないのか。拾えないのかな。でもさアイテムを渡すっていうのがあるからさ。え嘘。あ本当だ。うん、えちょっとやりなしやりなし。これ一個拾ってでプレイヤーにアイテムを渡すにすればいいのじゃあ。とにかく木材これ別になくてもいいのかな。木を拾って、これでいいんじゃない。攻撃してよし行こうぜルンバ。ちょっとやってみようぜ。でこうしこれでルンバこれこうスタート。近くの木を攻撃する。切るやん。 木がないからで拾うやん。拾えやヤクザあ、拾った拾った。あ、持ってきた持ってきた。かわいい。 RPA の設定に近いでしょ。ジェンヌさん見てこれ持ってきてんのほら。え、あ、落としてきちゃったこれこれ持ってきてないじゃん。持っておいで持っておいで。切って持っておいで。あーなるほどね。あーそっかそっか。ほらちょっとうちちょっと待ってうちのポカチュウがポカチュウが取った金をうちのポカチュウが切り倒した金を奪っていったんですけどお互い様でしょそんな泥棒じゃんルンバいけ。あれだポカチュウが切った今やれやれこれ。ひでえひでえルンバー。ああなるほどそういうことか。ルンバー。こうかこうか。うんうん。ずっと繰り返すでこうか。このままだとあの木を1個しか拾ってこないから。うん。なんで失敗時の処理を入れることで。ちゃんと切るだけ切って木放置じゃん全然いい子じゃないね1個ずつしか運べないからだいぶ周囲の木なくなったな。あー植えたいですね。うん、あポカチュウちょっと試してみようよ。働いてみ。1個しか持てないっていうのがまたうんいいですね。かわいいな。かわいらしいですねかわいい。すんごく。はい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 。ちょっとこいつさ、あーはい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 。内恨み。この子木を一本運んでくるたびに単位がたら木を拾いなさいって注意してくる
マジ意味わからんわ。夜になっちゃった。いいね、楽しいね。うん、楽しいね。ロボティックプロセスオートメーションの略称なのだ。何それ、何それ、え、全然わからん。どっかで使われてんですかそれは。やっぱマチグラミーは畑だな。あ、畑、うん、畑は街の上に作ることができます。作ろう作ろう作ろう。だこう作ったわ。作れんのかな。もう私も作ったわ。もう作った作ったわ。早っ。そんなとこに、すげえ邪魔じゃない。え、そう、センス。タイガさんにセンスとか言われたんですけど。素材を入れる、ここに種入れるん。あー、ほんとだ。結構時間かかるね。素材を入れる、素材を入れる、ほんとだ。500秒。うん。人参、キャベツ、木。1、アプリ上の操作を自動化してたのを、アプリ横断の操作、人間の操作とかをプログラムして動かすようなイメージ。分からんのだ。おかしいのだ。オッケーオッケー。そして真っ暗なのだ。と、あ、ガーガちゃんが配信終わったからサティスやってオッケーだよって。まあ、今これやってるから、ね、ちょっとやるんですけど。何せ今ちょっとこれやってんで、なんせ暗いんよ。うん、夜が暗い。あ、焚き火あったな、そういえば。はいはい、あったあった、かがり火。これちょっと作ろう、うん、打っておくわ。うん、おい、あ、明るい、いいね、いいね。なんか焚き火はスポンジ店になるらしいな。へえ、まあ、あらあら、なのだ。なんせ暗いから、あらあら、すまないのだ。ちょっと定時まで待ってほしいのだ、サティスファクトリーは。ちょっと今、ちょっと今、タイガトラ、木を切りなさい、木を拾いなさいで、大変だから。そう、ないせ、ま、町の人たちをもうちょっとうまく使えたいな。やっぱ木が育ったらやれんのか。うん、何せ町を広げて、うんうん、何でも建てられるようにしておくということと、そうですね。チェスト、あ、チェスト作ろうかな、板作って。うんうん、それで、あと畑、石か、うん、畑のためには何がいったっけ。畑のためには木がいる、これ畑じゃないか、うん、畑のためには石がいるから、うん、と石を多めに集めた方がいいかもしれない。了解です。見かけたら拾ってんだけど、うん、さすがに石は植えたりはできないでしょうしね。5個か。夜は人間が活動する時間じゃないからね、仕方ないのだ。あ、なんか木育ったよ。え、ピョンって。あ、早っ、うん、まだ細いね、なんかですね。木を拾いなさい。え、でもでもまだ育つっぽい。まだ200秒しか経ってないから、うん、太くなるまでは待ってもらわないといけないのかな。そうですね。で、ここでようやくマチグラミーが働いてくれるはず。うん、そのために竹はやっぱりたくさん打っとこう。一人のグラミーに働かせるんだったら畑とこの加工台近くにしといた方がいいのかな。やっぱ切って直で働いて加工台で加工してもらってみたいな。あー、何に加工するんです。いやいや、そんなにいらんでしょう。
矢と板、板結構使うよ。チェスト1個作るのに5枚使う。はい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 、それは必要そうね。うん、なんせ暗いからかがり火も四隅ぐらいに。材料が足りません。あ、石いるんだこれ。あ、そう、石だね。ちょっとチェスト置きますね。真央さん、タイガトラは木を拾いなさい。もう真央さんこんばんはです。タイガトラは木を拾いますよ。真央さんこんばんは。こんばんはです。あれね、ベッド欲しいな。ね、でもここリスポーンに指定できたよ、この焚き火を。いや、夜を。あー、もう作れんのか、ベッドも。ん、あ、まだ下にもあった。ほえーん、アクション動く壁、構造物、これ整地できるんだ。デコレーション、ほんと、いろいろあるな。これ地面の操作までできますね。うん、じゃあ世界を真っ平らにすることも可能ということ。うん、できるね。掘り下げ、整地、掘り、盛り上げできる。え、畑荒らされんの。あ、ちょっと狼見かけたらさ、買ってさ、骨さ、手に入れたいかも。なるほど、私には無理ですね。なんせ夜を早く働けや。いや、働くのはグラミーの役目なんで。そのグラミーのエディター、これはほっとこう。こっちのグラミーにしよう。ちょっといろいろ入れとくね、この中に。種も入れとくよ。うんうん。あ、最初に入れたものが上に書かれる。どういうこと？お肉チェスト。え、これ、あ、これ便利だね。なんかさ、食料だったらこれ食料の表示出てくれんじゃない、多分チェストごとに。はい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 、なるほどね。これは便利便利、便利便利。そうか、うんうん、種類分け簡単にできるんだ。うん、いいっすね。あ、オオカミいた。ジーノさん、はい、オオカミいたよ。なるほど、わかりました。見に行きます。え、泳いでる。ホカチュウ、え、2体いる。ホカチュウを戦わせろ。いや、どうやって戦わせばいいかわかんないんで。死ぬから死ぬから。あ、ゲージ減ってる。ゲージ減ってる。もう。あ、骨手に入れた。あ、オッケーオッケー。じゃあもう足りるかも。あ、この中入れときます、一旦。死ぬから。いや、タイガさんが死んでこその火曜日配信なんで。そういえばランダムマップなのだ。どうなのだ、ランダムマップかな。これ一番最初のもうチュートリアルみたいな。どうだろう。そう、しかもデモバージョンだからまだ他のバイオームは遊べないんですよ。他のバイオームとかあるんですね。そう、なんか製品版になった時はいろんなバイオームとかボスとか出るらしいんですけど、ボスっぽいマークがマップにありますね。そうそうそう、怖いな。とりあえず体験版の目標はそいつを倒すことらしい。これね、この人を木を切るやつ、これか。伐採機械集、これを一回ロードして、木が植わってる畑、え、木が植わ、よし、あ、これだ、できた。よし、お肉、お肉、料理します。え、タイガさん、これん、え、町グラミーめっちゃ有能ですよ。え、ほんと？もう働いてんの？ん、え、いや、働いていいはずなんだけど働いてないな、おかしい。ルンバが働いてんじゃん、なんか。あれ、おかしいな。ルンバ、これ再生ボタンが働いてる。再生ボタン押してなかったからだ。ほら、今行ってる行ってる。あ、いたいた。ルンバ、いいよ。町蔵に任せな。タイガさんがそこにいるから。え、いいね。ほら、切ってちゃんと箱に入れるんですよ、こいつ。あ、ほんとだ。賢い。めっちゃ賢い。え、じゃあもう切ってさ、直でさ、矢作ってくれてもいいんだけど。え、それはタイガさん、あっちのルンバに任せ、ルンバじゃないや、あっちのグラミーに任せたら。
よいしょ、木の種をまた植えて。1個しか入れれないのか。え、調理も任せた方がいいな、これ。入れそうな木は見つかりません。おお。うん。え、成長しないと切らないんだ。そう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 。賢い。それはまあ、あのポカチュウもそうですけど。うん。お竹の木を切る、木材を1個拾う、チェストに入れる、種どうやって種置いた？え、何、ああ、あ、もう入ってるのか。入ってる、うん、私さっきやっちゃった、うん、種をまくのもこいつに任せられると思うんですよね。うん、あ、そうですね、チェストから種出してまくみたいなこと。いや、ここさっき種落ちなかった、切ったとき落ちた落ちた。はいはい、じゃあそこから拾わせて植えさせますわ、うん、じゃあ、投げ捨てるよ種っぽい、うん、地下畑からとかできる、ないな、種を拾う、これか、地下、あ、敵スポーンした、よし倒すぞ。木を切る、やれこいつ、種ルンバー、ナイス、種種種、木の種を拾って、で植える、植える、植える、あ、あった、畑1に植える、で木を拾う、テストする、繰り返す。いや、この場合、うん、種がなくなったら次行っちゃうかな。もしアイテムを持ってるのは地面に置くってどういうこと？マルチチェストからアイテムを。これコードが失敗した時どうなるかっていうのが、その時にならないとわからないっていうのはあれね。ずっと繰り返す。容器。失敗したらアイテム。なんでアイテムを地面。まあいいや、これでちょっとやらせてよ。お水飲むのだ。よいしょ。あー、待てよ。っていうことは、これにしよう。これやって、これやって。ん？ちょっと待って、ポカチュー。お前はいいから。お前はいいから。お前はいいから。種。チェストからアイテムを1個拾う。で、これは。何を拾うかを指定するのはどれですかね。え、何を拾うか指定するっていう指定欄に行ったらいろいろ出てきません？ポカチューさ、いいのに働かなくて。肉を、なんかこの街グラビーの動きがなんかすごい街なんかすっごい頑張って走ってる感が出てて、いじらしいですね、うん、かわいいですよね、うん、動き、あと表情もさ、キュッて変わってて。え、そうなんです、うん。タイガトラバキを拾いいいからもうそれ流行語になってますよ。うん、どういう繰り返ししてるんだろう。ボーリングみたい。木材1個拾う、で入れる。わかんない。あれがないよ。え、なんでそこに戻んの？何を拾うか。うん。あ、アイガさん、じゃあさ、うん、ちょっと画面共有するわ。うん、どうやってやんの？ちょっとこの街グラミーにさ、
肉を拾わせて肉を調理させたり、この命令文が拾う命令文なんですよね。近くのうんたらを探しっていうやつ。うーん、あー、ここ選んだら、はいはいはい、一覧が出てくるから、うん、あ、本当だ、うん、っていうこと。なるほどなるほど。じゃあタイガさん箱開けて、箱触らないで、グラミーが困ってるから。近くのか。グラミーのために箱をもうちょっと近くに置いてあげた方がよくない？そうですね。畑のそばに箱が1個欲しいかな。切れそうな木が見当たりません。それはいい。生肉を1個拾う。なんで木の種を探すとこに行ってほしいんだけどな。なんでだ。よし、これでいけんのかな。あ、走り出した、かわいい。しまった、かわいい。クラフトできませんでしたって言われてますけど、お肉入れてあげないと。どうぞこのお肉をご利用ください。え、どういうことだ。うーん、うわ、命令文結構多いな。待って、なんか違うな。でしょ、そうなんですよ。お肉取れてない、お肉取れてない、こいつ。え、ちょっとこいつ言えないの、言えないの。なんで。ずっと繰り返す生肉。あ、言えた。もうない、もしかして。あるよね。ベースト。で、ん？木の種を。あらんな。いい、できたよね。コピー。のポカチュウで試そう。ポカチュウ、ポカチュウ。これ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 。生肉を1個拾うがなぜできない。で、ペーストペースト。ピしかないじゃん。やり直そう。近くの近くの木の種を拾い、そして近くの畑に。止まれお前。ルンバも。ちょっと黙ってろ。めっちゃ運んでくる。ルンバ。あれ、畑に植えるなくない、うん、なんでだろうな。生肉拾ってほしいな。あ、これマッチグラミーにしかできないの、もしかして。なんかポカチュウとマッチグラミーは。え、今何したか。ポカチュウとマッチグラミーでなんかできることが違いますね。なんかマッチグラミーは町の上だけなのかなと思ってて。うん、そう、町に特化してる感じの命令文がいっぱいで、うん、で逆にポカチュウはさ、一緒に旅立てる感じだよね。そう、旅立てるがゆえに町のことはあんまりできないっぽい。種植えるとかできないわ。あー、じゃあちょっとこっちにやってもらおうか。これ一回コピーしたいな。マチグラミー1が発狂しちゃって。ちょっと待って、なんで生肉拾えないんだ。あれ、これなんかコピーしてっておかしくない。コピーペースト。お、これ、うん、おう、おう、これでいいのか。で、まあ、これはこれでよくって、で、種を
引き返す種を、これ違うんだろうな。これでどうだ、拾った、あ、いいね、植えた、木を拾ってチェストに入れる、いいね。え、種を探して、アイテムを収納できませんでした。持つことができません。そうか、これ順番にやってるからか。チェストにも、あ、種を入れたか。ああ、なるほどね。エラーが出た時の処理はどうするかか。木を拾って持ってるものを、あ、ちょっとクラフトレシピ見てみよう。コピー。ああ、なるほど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 。おお、え、これは面白いぞ。すごい効率的な動きを目指せる。これはエラー処理、エラー処理かな、これか。あー、レシピはもう設定しとくんだ。ずっと繰り返すね。もし木材を持っているなら、こうしよう。一回停止して。よしよし。これで例えば木が落ちていれば、これでいけるのではないだろうか。ルンバ。お前木材持ってっちゃった。ルンバお前。邪魔邪魔なんです。そいつ邪魔なんですけど。待って、ちょっと邪魔、もういいとこなんです。待って。もうルンバそ邪魔しないでもらえる。ちょっと。あ、肉持った肉持った。邪魔もいいとこなんですけど。ちょっと。ルンバの悪口言うなし。こっちの名前書いてやろう。うん、アホって言うな。だってこっちがテストでやろうって言ってるのに。ポカチュウだって似たようなもんだから。いいえ、うちはやるなと言ったことはやりませんので。名前何にしようかな、町。繰り返しや条件分ね組み合わせたからプログラムと言って差し支えないわね。完全にプログラムですね、これは。あ、町グラミ1、ポカミンにしたから。うん、ああ、はい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 。なるほどね、ま、紛らわしくない、ポカミ。種を持っていません。いや、こいつ完成品拾えてないな。どこでエラー出してる。待つ、待機するってあった、あれか、ん、どういうことだ。どうなってんだこれ。種を探し1個拾う、種を持っていません。今植えようとしてんじゃないのこれ。ここに種落ちてるけど、なんのこれ、わかんないね。種落としてみる。いや、これ拾わんとさ、入れねえよ。え、わかんないな。どうなってんだ君は。あー、途中で切っちゃったからか、トラが。種が拾えませんでした。ちょっと見とこう。条件分岐しないとダメかな。お、うんうん。いいね。あー、はいはいはい、わかった。いけましたいけました、肉焼きロボ完成した。肉焼きロボこれさ、チェスト、肉は肉のチェストだな、やっぱ。あー、はい、まあそうでしょうね、うん、
じゃないとなんか肉がなくなったら次のさ木材とか持って鍋の方行ってるわ。はいはい、そうねそうね、うんうん。これは時間解ける、これは良くないゲームだ、楽しい。これはとっても頭が良くなりますよ。うん、頭良くなりたい。板持っていった。余計なことしないで本当に。バカとか、バカとか言ってるけど、バカすぎる。はいはいはい、なんとかしてあげないとね。ずっと板出してしまった。命令の仕方よそれは。かわいい、あバカバカ、かわいいな。木材を1個拾ってちょっと止めてあげよう、ずっと繰り返すじゃないのにしてあげようね。だからこれどうなってんのかな、わからんな。これでちょっと木が育つまで待つしかないか。これはこの間にじゃあどうしよう、種でも。この何々プラス何々ってなんだろう。プラスかける割る。ああ、いや完全に算数ですよ。無理だな。プログラミングやるにあたって算数は大事だと思いますけど。日本語にしてもらわないと。手持ちが何個になったらとか、そういう条件分岐でやるんじゃないかと思いますよ、うん、これね。あ、ちゃんとイコールイコールとかある。あー、いやこれは素晴らしい。これは結構楽しいぞ。